い、こんばんは、こんばんは。はい、すいません。西村博之でーす。あ、はい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 。はいはいはい。おっさんがビールを飲みながらダラダラとしょうもない話をするというやつなんですけど、日本は今深夜の1時だと思うんすよ。で、本来この時間は霜降り明星さんってお笑いコンビの方がやってるって聞いてんすけど、今回代役で僕が急遽やることになっちゃったので、楽しみにしてた方は残念でしたってことで僕シラフで喋るのがちょっと難しいので、とりあえずビールを飲みますよと、今日はオールナイトニッポンということで、この札幌麦とホップっていうビールです。なんか霜降り明星さんって彼ら結構優秀っすよね。はい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 。2013年コンビ結成法、2018年5年目で M1 グランプリ史上最年少で優勝、ほうほう。せいや滑らない話で MVS 受賞、は。粗品 R1 グランプリ2019優勝。なんか、M1 とか R1 の賞金って安くないっすか？たかが1000万とか500万でしょ。僕だったらインデックスファンドに全額ぶち込みますけどね。という話はさておき、こうなった経緯についてちょっとお話ししようと思うんですけど、なんか霜降り明星さんっていうお笑いコンビがこの時間に毎週2時間ラジオをやってますよと、僕はあんま知らないですけど、でキングオブコントっていうコントで日本一を決めようみたいな大会があって、それの都合上今日どうしても来られませんってなっちゃったみたいで、でなんかたまに僕のことをネタにしてるやからっていうか、お笑いファンっていうかリスナーっていうかハガキ職人が一定数以上いるらしくて、じゃあひろゆきにラジオやってもらったら番組盛り上がるよねってなったらしくて、それでオイラのとこにオファーが来たと。そして日本放送局さんでラジオをやるのはオイラ初めてなので、今後のことを考えた場合、人生で一度オールナイトニッポンをやったことがあるという経験があるということに、僕は長期的には賛成なので、人生の中でオールナイトニッポンをやったことがあるっていう肩書きを手に入れるために今日はやろうと思いますんで、まあ気が向く方だけ最後まで聞いていただけたらいいんじゃないでしょうか。ひろゆきの好きな芸人、定義によるよね。要はコントが面白い芸人さんなのか、漫才が面白い芸人さんなのかで話が変わると思っていて、それをジッパ人柄げに全部芸人っていうくくり方をするのって僕ちょっと分かんないんすよね。あとこのタイミングで急に自分の好きな芸人の話を始めたりとか、質問的な文章を機械的に読み上げさせられたっていうのは、明らかにどう考えても畑さんのカンペですよね。なんすか、なんすか、出たって。勝手に笑うのやめてもらっていいすか。あの、今ので分かっていただけたと思うんすけど、ここにいるスタッフが少なからず僕サイドの人間じゃないんすよ。で、その本来仲間であるはずのスタッフが僕サイドの人間ではないということがまず一つ驚きで、すいません、ちょっと鼻かみますね。で、オールナイトニッポンの話が来たっていうこともまた一つ驚きだったんですけど、このラジオに関して一番驚いたことがあって、ちょっと私事で申し訳ないんですけど、ラジオの話が来たことに二つ返事で出演を決めた自分に驚いたんだよね。なんかあれらしいんですよ、今回の放送でみんなの受けが良かった場合に、もっとひろゆきのラジオ聞きたいですっていう流れができて、レギュラー化みたいなことにつながる可能性がなんかあるらしいんですよ。ただ僕自分でビールを飲みながらダラダラと話をする YouTube っていうのをやっているので、別にレギュラーのパーソナリティにならずに自分の配信だけやっとくっていうことが簡単なんですよね。だから本来関係ないはずじゃないですか。なので、ひろゆきさんお願いします、その鍛えた論破力で金曜の深夜に笑いを届けてくださいって、いくらスタッフの人に言われたって普通はオファー受けないんですよ。
だって忙しいんだもん。なので普通の流れだったら、僕はやりたくないので別にやってくれそうな人を紹介します、死んだ魚の身をしたデブで性格の悪いヒゲ親父っておっさんですって言って回避してるはずなんですけどね。とまあこういう形で縁あってパリからお届けしてるっていう状態なんですけど、あ、そっか、その前にこれ言っとかないといけないですね。一応これ生なんですけどリモートっすよ。このご時世みんな病気に気をつけましょう、マスクをしてあんまり外出歩かないようにしましょうってなってる時にわざわざ日本まで行ってラジオするわけないじゃないですか。で多分こうなんだろうな、こうだからきっとこうに違いないって考える前提が自分のイメージっていうあやふやなものになってしまうっていうのはかなり危険で、自分が 100% 正しいっていう前提の上で物事を進めてしまうっていうのは人間誰しもやりがちなんですけど、自分が 100% 正しいっていうことの裏って誰も取れないんですよ。じゃあ全員が全員自分が正しいって思っちゃうと、それって社会成り立たなくなっちゃうよねっていうところで、普遍的な知識とか共通の言葉っていう全員が同じレベルで把握しておきましょうみたいなのがあって、例えばカレーって辛いっすよねっていう共通認識があったとして、じゃあ今日は辛いものではなく甘いものを食いに行こうってなって、それでカレー屋さんに行くっていうのはカレー屋さんに行くやつが間違ってんすよ。要はケーキという甘いものがこの世に存在しているのに、その存在を知らんのか何なのか分からんけれども、カレーの中に甘さを求めたがってしまう頭の悪い人っていうのが明らかに一定数以上いて、それに対してカレーの甘口っていうのはあるんですけど、じゃあそれよりもケーキありますよっていうことをこちらから提案すると、今ケーキの話してないだろっていう切れ方をする人がいて、それを論点ずらしだっていう言い方をされることがあるんですけど、そういう人に会うたびに、あ、読解力ねえ人めんどくせえってなるんすよっていう話を打ち合わせの時に野上くんとリモートでしてて、そしたら野上くんもそうっすねそうっすねとか話題聞いてくれて、仲良くしとけば毎週やれるんじゃねえかなとか思ってんすけど。あ、はい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 、ひろゆきのオールナイトニッポンはとりあえず単発のお試し枠。ほう、なんか日本のラジオ業界ってお試し枠として単発の番組を何回もやらせるっていうのが風潮的にあるらしいんですよね。お試し枠ってラジオ業界では結構当たり前なんすか？ほう、理由は？ラジオ業界ではパーソナリティにレギュラーの枠を持たせる前に単発でお試しを何度もさせることがあります。理由は？その要はレギュラー化を前提とせずに一旦単発だけをやらせるっていうのがラジオの構造として根本的に間違ってると思っていて、ラジオってその人のオフを知れるから聞きますよね。じゃあオフって時間をかけてその人のことを知りながらその人への絡み方とか付き合い方を見つけていくものだと思っているので、あんまり単発のパーソナリティを何回もやらせるのって単純に効率悪いんじゃないかなって思ってる昨今です。僕の知り合いの芸人でオールナイトニッポン単発でやったことがあるっていう人がいるんですけど、まあいいや、じゃあ一件ぽい。ひろゆきのオールナイトニッポン。改めましてこんばんは。はい、すいません、ちょっと照れくさいんですけど、ちゃんと自己紹介をしてくれというカンペが飛んでいるので皆さんに自己紹介したいと思います。はじめまして、西村博之と申します。44歳でビールを飲み終わったところで特に面白いこと言うとかそういうわけではないですけど、今日はこのところでいかがでしょうか。というわけで生放送なのでメールを募集します。僕への質問や感想などを送ってください。ひろゆきアットマークオールナイトニッポンドットコム、ひろゆきアットマークオールナイトニッポンドットコム、ツイッターの番組ハッシュタグはシャープひろゆき ANN でつぶやいてください。